願いいたします。ではまずは岩田選手から会場の皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。来年、今年も大分でサッカーすることも決まりました。よろしくお願いします。お願いいたします。岩田選手、来年ですか？今年です。はい、よろしくお願いいたします。さあ、昨シーズン J1 の舞台で戦った大分トリニータ、シーズン振り返ってみて、まずはチーム全体でいかがでしたか？そうですね、やっぱり目標である残留という部分は達成できたので、すごい良かったですね。はい、では個人ではいかがですか？まさか4ゴールに絡めるとは思ってなかったので、個人としてもすごいいいシーズンでしたね。そうですよね、はい、ディフェンダーということで、守るべきなんですが、またその、得点にも名を挙げまして、サポーターの期待応え、また上回るほどのプレーを、見せていただきましたけれども、思い出に残っているゲーム、試合とかありますか？そうですね、自分の中ではマリノス戦が一番思い出深い試合ですね。それは具体的に教えてくれますか？個人としてはアシストっていう結果を出せましたし、チームとしても狙い通りのサッカーができて、いい試合ができて勝ってた試合だなと思います。なるほど、皆さんもね、うんうんとうなずいていますけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。トリニータの、試合も皆さん、ホーム戦すごくね、足を運んでくださいましたよね。そうですね、チームのコールとかはしっかりと聞こえていました？はい、聞こえてます。ありがとうございます。そしてさらには大分トリニータのみならずですね、活躍は幅広くなっております。アンダー22代表に選出されており、12月28日のキリンチャレンジカップ2019の日本代表対ジャマイカ代表戦ではスタメンで、なんと9対0で快勝でしたよね。そうですね、ありがとうございます。テレビで見てわーって叫びましたけれども、どんな状況だったんですか？こうやってチームの雰囲気とかはいかがでしたか？すごいいい雰囲気でしたね。やりやすく、はい、みんなコミュニケーション取ってて、はい、いい試合ができたなと思います。そう、私はですね、SNS で確認をしたんですけれども、インタビューの際に選手とのコミュニケーション、またね、ポジション取りのこう改善点などお話をされていましたよね。その点はいかがでしたか？そうですね、練習からずっと、選手みんなでコミュニケーション取れてましたし、それが試合でうまく出せたのかなと思います。なるほど、今年はね、はい、東京オリンピックもありますよね。はい、この自分のアピールポイントなんかはいかがでしょうか？もう皆さんが分かってると思います。あれ、嘘、分かってる人分かります？あ、手挙げてますけど、分かる？分かるよね。岩田選手のアピールポイントどこだと思います？どこだろう、ね、教えてください。やっぱり攻撃参加っていう部分と1対1の部分、対人っていう部分は、負けたくないですし、来シーズン、今シーズンもしっかりそれを表現できればいいなと思います。皆さんがね、こう微笑ましく見ていらっしゃいますけどね、こう息子のような感覚でね、ちょっとこう温かく守りたくなっちゃいますよね。そのね、岩田選手ですけれども、今はシーズンオフということで、どうですか、お休みはしっかりと取れてますか？はい、取れてます。地元帰られました？はい、帰りましたね。いつ帰りました？年末に、地元の宇佐の四日市南に顔出しました。あ、小学校ですか？はい、受け入れ納めに、しました。いや、岩田選手は宇佐の至宝と言われておりまして、私も宇佐出身で、今日は USA コンビでお届けしているんですが、そうなんです、ありがとうございます。で、岩田選手はね、学生時代の頃から名はね、聞いていまして、すごくね、有望な選手と言われているんですが、宇佐のみならず大分、そしてね、日本を背負うような、選手になっていただきたいと思うんですけれども、地元の皆さんとこう結構ね、遊ばれているんですか？その選手とは遊んではなかなかないタイミングとかは？選手は会います。あ、
あります、はい、何して遊びます？何して遊ぶ聞かれません？選手の皆さんって普段会わないじゃないですか。何して遊ぶのって思いません？遊ぶ、はい、難しいですね。難しいですか？でも買い物行ったりはしますよ。あ、それはどちらへ？パークプレスですよね。あ、よかった。よく来ます。あ、よかったです。さあ、そんなね、プライベートの話もちょいちょいね、挟みたいと思うんですけれども、まあ、この後ですね、会場の皆さんに質問タイムがございますので、そちらの方に時間をね、たっぷりと使いたいと思います。さあ、今シーズンですね、大分トリニータでのプレーが決定いたしましたが、今年の目標はありますか？まあ、今年4ゴール2アシストで6ゴールに絡めてるんですけど、でも今年はそれ以上に2桁ゴールに絡みたいと思ってます。おー、2桁ゴール。具体的には？得点とアシストで2桁ゴールに絡む、うんうん、なるほど、そういうことですね、はい、分かりました。ではですね、その目標を色紙に書いていただきたいと思うんですが、よろしいですか？はいはい、しっかりとね、そう、実際どうだったのかっていうところをですね、色紙がございますか？ ありがとうございます。何やら靴もですね、スパイクも隣にありますが、では先ほど言ったことを、上に書いたらいいですか？はい、お願いします。さあ、今のうちにですね、写真撮影またはね、この後質問タイムがございますので、何をね、質問しようかなと考えておいてくださいね。今年の目標もね、しっかりと書かれておりますが、日本代表でもとてもね、名を挙げておりまして、まあ、サムライブルー代表選出も A 代表でベースタメンも獲得しておりますので、将来有望な岩田選手のこの色紙をね、もしかしたらこの後、もしかしたら皆様のもとに渡るかもしれません。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では会場の皆さんにお見せください。しっかりと皆さん写真撮っておきまして、今シーズンどうだったかの確認もね、一緒にしていただければと思います。では、はい、2桁ゴールに絡む、ね、渡辺選手の29番のね、しっかりと背番号も書かれておりますが、ありがとうございます。